原監督、おお、今日はちょっと駅伝チームの体験入部をなるほど、させていただ体験ければ。入部。これは今練習始めたところですか？これね、準備運動なんですよ。動的ストレッチをやってるんですよね。動的ストレッチ。動的ストレッチ、はい、動くに的で動的ダイナミックストレッチ。準備って3つあるんですよ。3つも、はい、3つの大きく分けると3つの準備があって、はい、1つは心臓の準備。血液を全体に、動かさなければいけないと、張り巡らさないといけないと。あ、血液の循環を良くする。そうです。だから通常時はだいたい安静時は5リットルぐらいが血液こう回ってるんですけども、はい、走り出すとその5倍から6倍、30リットルぐらいが回るので、いきなし回したら心臓バクバクするじゃないですか。あ、はい、そのためにいろんな部位を、ね、こう動かしたりすることで、あの心臓の準備すると、はい、あと2つは筋肉の準備と腱の準備。今皆さんかなり肩ずっと用意してらっしゃいますね。そうです、はい、肩関節周りのこの準備をしておかないとやっぱり腕振れませんよ。こういう今普通に振ってるでしょ、はい、これを準備運動してみてください。急がないと。そうそうそう、お、逆それで腕を振ったらスーッとスムーズに腕が振れるんですよ。違いますね。違うんですよ。だからここのあたりのここまで準備運動をするチームは多分我がチームだけじゃないですかね。選手たちも皆さん、うん、その3つの準備を、はい、これは今この動きは何のためにやってるなっていうのは分かりながらやってらっしゃる。基本的には我々は何のためにっていうことを教えてからやり方を伝えるので、これがチームが自走するチームなんですよ。自分で考えて必要なことが分かる。そうです。やっぱりチームとして自走するチームをするためにはまずは目的をきちっと理解させること、それ必要だと思ってるんですね。今もうすぐ練習が始まるというところで、かなり廊下も静かなんですが、ちょっと空いてるからお邪魔してしまっていいのかな。寝てらっしゃる。嘘、寝てらっしゃった。あ、起こしてしまったかもしれない。ごめんなさい、ごめんなさい。さっき結構練習と練習の合間の自由時間に、はいはい、部屋を覗かせていただいたんですよ。汚い部屋だったでしょ。合宿感ありました、ね、合宿あったありました。なるほど。そう、生活がそこに。ただ、はい、びっくりしたのが、はい、結構昼寝してらっしゃる方が多かったんですよ。はい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 、そうそう、睡眠も一つの僕はトレーニングだと思ってるんです。おお、やはり長距離走、陸上競技長距離走というのは自分の身体一つで走る競技なので、もう傷ついてるんですよね。トレーニングで。トレーニングでね、もう体力も消耗してます、はい、でそのリカバリーをするのが一番いいのは寝ることなんですよ。だからその練習と練習の合間に、うん、きっちり回復をさせる。そうです、体がリカバリーできる。あるいは練習したことが、まあ、記憶されるっていうのかな。トレーニングをしたことがきちっと身になる。睡眠を通して体に力が湧く、そういった意図で睡眠というのは必要な要素だと思ってるんですけどね。その前の練習した内容をしっかり定着させる、うん、で疲労も回復できる、うん、ということですかね。いろんな意味があって、はい、だから睡眠もトレーニングっておっしゃってたんですね。はい、自由時間、好きなことしていいよの休養日ではなくて、そうですね、休養するっていうメニューをちゃんと。そうです。だから休養イコール休養というトレーニングっていう概念をいかに持てるかなんですよね、うん。
バテてるもんな、100m 走ったらな。え、普段運動されないんですか？最近運動してなくて、たまに家でちょっと踊ってるぐらいなんで。みんな雰囲気いいなと思って見てました。そうそう、あまりこうザ体育会系じゃないからさ。皆さんやり取りされてるの見ても、うん、学年関係なく和気あいあいとしてるんだなっていう印象があるんですけど、うん、それも青学ならではってことですかね。そうですね、やっぱり上級生だから威張るなって僕はよく言うんですよ。良き兄貴分として対応しようと、対応しろと。リスペクトはきちんとあるけれども、うん、健全な組織というか。そうです、先輩後輩の関係は当然担保しつつ、こう意見を言える、話が言える。だからもう就任当時から話すること、いいことだ、提案してこと、いいことだ、自分の意見を持ちなさい、とんちんかんちなこと言っても大丈夫なんだ、そういう文化を作りたくて、いろんなミーティングでも話をさせるようにしましたかね。2年生の先輩とかは、あ、もうの言い方が。伸び伸び生活できるんで、ストレスたまらないからこそ、競技力につながるんじゃないかなと思います。箱根駅伝を通じて、社会に有益な人材を育てるっていうのが、一丁目一番地なんですよ。うん、形になってきたなって思われたのって、うん、いつぐらいからでしたか？10年ぐらい経ってようやく、まあ、原監督のチーム、まあ、私の思いがチームに浸透してきたかなというふうになってきたかな、うん、そんなもんですよ、組織っていうのは。時間そう簡単に変わりません、うん。